こんにちは、速稼塾の久保です。ノクさんからね、潜在意識と言霊っていうメッセージをいただいたんで、私ね、これね、これに対して私も動画を撮ってみようかなと思いまして、今回、ノクさんを中心にお届けしたいと思うんですよね。で、私もね、潜在意識と言霊っていうのはノクさんの言われるように、結構ね、共感する部分があるんですよ。というのが、科学的に言うと人間は水でできています。そして脳で考えたことっていうのは、その水に対して波動を与えるんですよね。水って振動しますからね、固有振動数をこう想起させますから。ってことは、脳で考えたことが全身に振動させて、その振動が体の外の空気ですとか伝達物質を通じて世の中にどんどん広がっていくと思ってるんですよね。ですんでね、言葉にするかどうかは別にしてですね、脳で考えたことっていうのはすでに世界中に宇宙に向けて発信されてると思うんですよ。その中でどうせ自分なんかって思うような発信をしてしまうのか、それともいや俺はこうだ、自分はこうだっていうふうに希望とか夢を持ったことを考える、その考えたことを世界に発信するかによって、この潜在意識っていうのは現実化されるというふうに私は考えてるんですよね。だから思考は現実化するというふうに思うんですよ。思考は現実化するっていうのは、こうなりたいな、ああなりたいな、これが欲しいな、あれが欲しいなっていうね、欲望を考えれば考えるほどそれが実現に近づくってことなんですよ。私の人生で言えば、叶わなかった欲望が一個もないんですよね。時間がかかったものもあるけども、結局は全部自分のものになっていったんですよ。だから非常にこれはその通りだなと思いますね。でもリスクヘッジもちゃんとするんですよ。こんなことが起きたらどうしようってことも考えるんですよ。ね、そしたらこんなことみたいな嫌なことが現実化しそうですけども、こんなことが起きたらどうしよう、こういうふうに対処しようっていうふうに対処方法も自分の頭にすり込んでおくんで、それがまた潜在意識となってね、何かが起きた時でもちゃんと準備ができているっていうふうな臨機応変がスタンバイっていう状態があるんですよね。だからどんなトラブルに出会っても想定内っていう言葉が思いつくんですよ。さあそれでですね、大きな実例ですけども、私は40を過ぎて独身でした。まあモテない人生ではなかったんですけども、いくら女の子と付き合ってもなかなか私のね、思うようなね、まあ結婚相手にはたどり着かなかったんですよね。私はどちらかというと結婚推進派であって、他の人にはね、結婚した方がいいよって思わないんですけども、私自身は、奥さんがいてね、子供がいて、自分の意思を継ぐ、そういったね、志を持つような家庭が欲しいなと、家庭の運営をしてみたいなと思ったんですよね。まあ、そこに何か目的はないんですけども、まあ、エンターテインメントなんですよね。家庭運営とか子供を育てるってエンターテインメントなんですよ。まさにやってて楽しいからやるって感じですよね。まあ家庭以外にも楽しみっていうのはあると思いますけども、私はそちらの方にあんまり興味が持てなくなってきて、どんどんね、世界を家族ってものに縮めていこうかと思ったんですよね。まあ、その中で40過ぎて、もう結婚相手もいないんですけども、その子にね、どうせ結婚するんだったら二十歳、まあ、そこそこの22、3の女の子と知り合って結婚したいなとずうずうしくも思ってたんですけども、絶対そうするぜと思ってたんですよね。まあ実際当時お付き合いした方も20歳前後、18歳から22歳ぐらいの子ばっかりだったんですけどもね、まあいろんな方と同時に付き合っていく中で、これも違うな、あれも違うなと思いながらもね、デートを繰り返していたんですが、でも絶対に自分がストライクする女の子がいるはずだと思ってね、そうなったら俺はもう全部を切り替えようと思ってたんですよ。そうすると今の奥さんに出会ってですね、まあ2週間ぐらいで私プロポーズしたんですけども、それからですよね、自分の経営している麻雀店という環境を捨てて、そしてインターネットビジネスというものを本気で取り組んで、所得を上げまくってですね、で自分の社員とは手を切る計画を立ててですね、まあ今に至るっていう形なんですよ。でその頃思ったのが、潜在意識も顕在意識でも思ったのが、時間とお金には絶対に支配されないぞと。24時間365日もう一切の仕事作業というものはせずに、自分の思うことだけ、自分のやりたいことだけ、そして自分のやりたくないことは手放してやっていくぞと思ったわけなんですよね。そのためにはとりあえず1億円いるなと思ったんですよ。でそのためにとりあえず1億円稼ぐために自己アフィリエイトってものに出会ったら、これ1億円いくじゃんと思ったんでね、まあ、1億円3年ぐらいかかりましたけども稼いだということになりますんで、潜在意識っていうのはね、本当にいくなと思ったんですよね。
顕在意識になるなと思ったんですよ。で、その情報ビジネスをしている中で、当然ですけども新しい通貨革命っていうものにも触れまして、その通貨革命、暗号通貨に関しましては発信をしだしたんですね。で、最初発信しだした2014年、2015年当時っていうのは全くアクセス稼げなかったですね。全然なかったです。もう10とか20とかだったんですよ。でも続けていって2016年ぐらいにはね、これがアクセス10、20っていうのが1000、1万とかになってきましたね。2017年にはほぼ何かの動画を上げれば万再生っていうことになってね、暗号通貨の時代が到来するんではないかなと思ったのですが、その年の年末にはまあ暴落みたいなね感じが来ました。で、カルダノエダの上場がなかなかしなかったんで、私はね、カルダノエダを励ますための上場の励ますための動画をいっぱい作ったりとか、上場後もね、値段が乱高下しましたんで、値段が上がったり下がったりする中で、もうね、2円ぐらいになった時があったんですよね。ぐーっと急落していて、で、暗号通貨やっぱりね、カルダノエダ詐欺なんじゃないかなっていうふうに私の方にもメッセージが来たり書き込みがあったり中で、うろたえるなと、お前ら投資をしたんだろうが、これが詐欺であろうと、パーになろうが、覚悟の上で入ったんじゃないかみたいなね、説教動画を1時間くらい作ったらね、それが反響を得てね、速稼塾の塾生が、まあ、1000人ぐらいドカッと入ってきたってことなんですよ、その時。いやー、びっくりしましたね。なんかその、説教をしたら人気が出たみたいなね。まあでも実際にそう思ったんですよ。投資をすれば絶対に儲かるみたいに、浮ついてるから動揺するんだと。ゼロになることを覚悟してやったんだろうが、みたいなね。いや、本当その時はね、Facebook ライブで話したんですけども、かなりアクセスがね上がってきてね、視聴者さんが数百人とか600人700人ぐらいになったんですよね。で、私ももうすごく高揚感が出てきて、でその時も実際に私も資産ほとんど築いていたんでね、体の上では当たろうが当たるまいがあんまり関係ないと思ったんですけども、まあでもね、チャールズ・ホスキンソンさんのあの眼差しがね、何度かお会いする中で、チャールズ・ホスキンソンさんの思いとか、それから実際に握手をしたりハグをする中で、あのチャールズ・ホスキンソンさんの人懐っこいね、そしてまあちょっと体もでかかったんですよ、厚みがあったんですけども、あの温かみとかを、あの眼差しを見るときにね、それでも体の枝は味方になるはずだというふうに感じたのと、体の枝を一瞬でも悪く言うやつはもうどっか行けっていう気持ちでね、そっからもう振り切れたっていうところですかね。それからまあ発信がまた切り替わってきて、これを機会に、2018年から速稼塾というものをね、もう一回刷新してスタートしようかなってことになったんですよね。まあ、潜在意識と言霊って言いますけども、私は常にねこうやって動画で発信してますから、この発信に共感共鳴した人が近づいてくると思うんですよね。何かしらでこうつながってる人が、で逆に反感を持つ人も長いんですよ。ずっとね、腰の入ったアンチの人ってもう3年目とか4年目の付き合いになってるんですよね。まあ、そうなるとね、やっぱりこう面白いもんですね、潜在意識、言霊、顕在意識、何なんでしょうね、というところでね、世の中の不思議を感じざるを得ない、そんなエピソードでございました。まあ結論で言うならば、私たちは思ったことしか実現できないと思います。思ったことの全てが実現するとは言いませんけども、思っても見ないことは、まあ現実化しないってことかなと思います。まあ当たり前ですよね。思ってないわけですから。思ってないようなことが起きるみたいなことはね、棚ぼたみたいなことがあると思いますけどね。どちらかというと、棚ぼたよりも、思ってもないようなトラブルに巻き込まれることの方が多いんじゃないかなと思いますんで、まずはね、全て、行動とか活動とか習慣っていうのは、思うことから始まるのかなと、私は思うんですけども、いかがですかね。それでは、またノクさん動画を送っていただければ幸いでございます。それでは、いってらっしゃい。